西宮市立西宮東高等学校は、兵庫県西宮市古川町にある全日制、普通科の市立高等学校。西宮市内にある公立の高等学校のうち、西宮市立は、東高と西宮市立西宮高等学校の2校のみである。最寄りの駅は、徒歩約8分の阪神電気鉄道なるを、向川女子大前駅で、バス停は、阪神バス。 西宮東高校前となる。普通科の高校であるが、数理、科学コースという自然科学系コースを1学年1クラス、有している。また、2010年より、人文、社会科学コースという総合人間系コースが加わり、1学年1クラス有している。1963年の開校以来、65分授業と、時間割の2週間ローテーションなど、 独自のカリキュラムを展開し、1998年より3学期制から2学期制に転換している。口述のように、公立高校としては設備が充実している方だと言われる。また、1972年ミュンヘンオリンピック女子100メートルバタフライ金メダリストの青木まゆみが後同校体育科教師として、赴任していたこともある。このほか、卒業生ではないが、 時は高子も一年間だけ在籍した。ありがとうございます。